前で死ぬか後ろで死ぬかの違い。ここで、オッケー、ナイス。どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回もエペで遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。あれ、なんか動けない。あ、動いた。よし、行きますか。なんか最近本当にエーペックス結構ハマってて、FPS っていうジャンルを本当にやってこなかったんだけど、面白いね。でもものすごい下手くそだったんだけど、いやおやくこの前2000ダメージを初めて出すことができて、称号をゲットしたんだけど、今日そのキャラ使ってないんだよね。いつもよりね、ちょっと視点が若干下目というか、もうちょっと、いつもの方が、こう、視点高かったと思うんだよね。なんでかっていうと、ですね、私キャラクターの方変えまして、まあ、簡単に言うと男キャラクターから女キャラクターに変えたんだよね。だからすごい身長が低くて、もう地面スレスレっていう視界が。エペって、シーズンが、まあ、この前、てか何だったら今日変わったんだけど、今日変わってすぐホヤホヤなんだけど、シーズンが4から5に変わって、シーズン変わった時って、キャラクターの性能に大幅なテコ入れが入るんだよね。で、俺が今まで使ってたパスファインダーっていうキャラクターが、ものすごいテコ入れを受けてしまって、マイナスな意味でね。そう。っていうのもあり、まあ、テコ入れ入る前から、ちょっと前から俺なんか実は、パスファインダー向いてないんじゃないかって思う時があって。で、ちょっとパスファインダーを全然使ってなかったんだけど、で、今回の能力修正を機に、もう完全に、もういいかなと思って、とりあえずは、こっち練習しようと思って、今、レイスっていうキャラクターをね、練習中でございます。このキャラも面白いんだよね。能力、パスファインダーはなんかこう、ジップライン、ジップっていうのを出して、まあ、自分すごい移動できる。ものすごい逃げの性能強かったり、お、ラッキーボディアーマー。高台それで取れたりっていうキャラだったんだけど、これはね、なんかね、ワープできるんだよね。ワープを張れたり、一定時間、自分が敵の攻撃を当たらない虚空っていうところに入れたりっていう、まあ面白いキャラ。前線を突っ走っていくキャラクターだね。みんなの先頭に立つキャラ。だから性格的にも、レイスがすごい自分合うなって思って、ちょっと前からレイスの練習してたっていう。で、この区内ね、結構レアなんだよね。なかなか持ってる人少ないっていう。もうガチャで執念で当てたよね。もうレイスでやっていくんだという決意と共に、このガチャを回しまくって、いや、結構回したね。本当に出ないんですよ、この区内ね。喜んだわ。当たった時はさすがに震えたわ。で、どうしようかな。で、ランクリセットが入ったから、まあ、ちょっと今ランクやってるんだけど、まあ、だからね、あんまイケイケなムーブというよりは、引くときはしっかり引き、自分の命大事にしていきたいね。99やる。ちょっとこれもらうか。リング閉鎖、なんか、円、相当遠いと思うんだけど、おっと、何、フラット、どっち捨てようかな。こっちやな。ハボックと R99。まあ、武器的には申し分ない。戦える。ランクマッチ持ってるだけじゃね、逃げてるだけじゃポイントあんまりもらえなくて、キルポイントっていうのもしっかり入ってて、ちゃんと敵を殺したりしないと、ポイントがもらえないっていうあんまり。まあ、それでも1位になったらもらえるんだけど、おっと、仲間がなんか、敵に見つかってる。いきますか。どうしよう、もう、引いてこれるかな。なんかこっち向かって逃げてる感じの動きしてるけど、ちょっとなんか、援護しますか。敵の姿確認しよう。あと、レイスはね、スナイパーとか敵に標準の視界の中に入ってると、敵に見られてるっていうのを教えてくれるんだよね。あ、いた。なんかいたね、あそこに。誰だ、あれ。新キャラか？ローバっていうね、新しいワープ使いの新キャラが、今日のアップデートで実装されて、向こうにいるって。ちょ、行こうか。どこ行った？この家の中にいる？どこだ？あ、いた。待て。おい、やべ、ちょ、待て。全然当たらなかったな。あ、違うわ。これ、バンガロールか。いや、上登って、どこ行った今。ん？こん中にいんな。こん中に入って、あ、仲間持ってる。撃ってる。ナイス。ちょっと、やりてぇ。仕留めてぇ。キルポ欲しいよ。キルポイントくれよ。あー、もうやばい。ちょっと待って。これ敵の必殺技。しょうがないな。一回引くか。まあ、仲間が二人詰めてるから、やってくれるんじゃないかな。敵を倒すときにさ、自分がちょっとでも触れてたらキルポイント自分も入るからさ、欲しいなと思って、ポイントのためだけに今連射したんだけど、ポイントのためだけにね、まあ、そううまくはいかず。まだでも死んでないよな。仲間が永遠に追ってる。あいつ死ぬまで追うやつやな。
死ぬまで追いかけるやつやな、あれ。相当怖いぞ、今。敵。死ぬまで追いかけるタイプや。おえ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 。探せ探せ探せ。敵どこにいるんだろう。見えない。あ、待って、あっちで敵いる。なるほど。そこにいたのか、今。結構距離離れてんな。足早っ。バンガちゃん、足早いんだよな。ダメだ。俺のキルポイント逃しちゃったよ。待って、今なんか動かなかった。気のせいか。気のせいかというか、中にアイテムがあって、俺が移動してて、ちょうど、そのアイテムがチラッと映ったのかな。いないか。オッケー。よし。でもこれスナイパー狙われてるんだよな。おっと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 。撃たれてるよ。バカスカ撃たれてるよ。まあ、隠れながら、進んで、じゃ、ポータル張るか。これがレイスの能力で、よいしょ。こうやってね、断層エネルギーって書いてあるんだけど、これ、まあ、簡単に言うと入り口と出口を作れるんだよね。こうやって。そしたらここのゲート、入り口から出口まで仲間が入れるようになるっていう。一瞬でここまで到着するし、入ってる間は無敵時間っていうね。まあ、仲間をサポートしたり、自分も消えて、ダメージが入らない空間に行けたりと、まあ、そんな感じのキャラでございます。詰めては来てないな。あそこにな、いるんだよな。の上。上取られるのきついよな。お、ラッキー。スタビライザー。ここね、結構挟まれるポジションでもあるんだよね。円の付け根だからさ。円外から来るやつ、あー、いる。円外から来るやつと円中から来るやつに挟まれる瞬間があるんだよな。やべ、全然当たんね。ハボックのさ、アップデートで横ブレが追加されて、縦ブレももっと増えて、全然当たんねえよ、もう。あーやべ、めっちゃブレんな。結構ブレるな。難しい。まあ、しゃあないな、これは。アブレ来たばっかやな。当たんねえ。ダメだ。おっと、待って、裏。裏から来てる。さっき、ケツから撃ってきたやつだな。これ多分チクチクされてんな。回復した、回復。間に合ってくれ。オッケー、サンキュー。よし。なんか今、仲間が戦ってんな。ちょっと、回復したら行こう。よし、オッケー。で、一回注射もかまし。おっと、エンコールギリギリ大丈夫。ほい。よし。じゃあ、撃たれてんな。かばしに行こう。よいしょ。どこ行った？開いた。あと、何人？いっぱいいると思うんだよな。いるな、エルスター使ってんな。あ、木の裏にいる。ナイス。から、あと一人？あと一人いるよ。よいしょ。あ、いたいたいた。でも、あいつやってもな。あいつやったところでって感じではあるんだけど。あ、待って、またスナイパー野郎いる。スナイパー野郎いるよ、後ろに。どうしようかな。これは、隣の、ジャンプ台使って飛びたい。ね。最終的に。円があと1分30秒で閉まっちゃう。あと7部隊しかいないじゃん。あ、今みたいにね、こっちを向けられてるって言って、銃口を向いてたらね。よいしょ。スイー。いや、撃たれそう。撃たれてんのかよ。やっぱ撃たれるよな。よし。ここ。大丈夫か？あ、でもなんか敵、いろんな敵と戦ってんな。大丈夫っぽいな。よし。じゃあ、飛びます。よいしょ！オッケー。残り6部隊ってことはあと5部隊か。俺たちの他にも。いけそうな気がする。勝ちてー。ドンカツ取りてー。よいしょ。こっちから銃声するんだよな。意外に近い。ついに。ついに戦闘。どこだ？ん？こんなか？こんなか、なんか。あ、いる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 。いいね。よし。あいつ倒したいな。あとちょっと触れば死ぬぐらいだと思うんだけど。どこに隠れた？この部屋の中が。あれ？全然いないんだけど。あ、マジ？ん？どこ行ったんだ？あ、下？早いな、足。よいしょ。ちょ、グレー投げて。もう下行ってるよ。おいしょ。いいよ。当たんない。当たんない。うわ、やれない。しかもやれない。まだいいんじゃん。いっぱいいんな、ここに。逃げてる、逃げてる。絶賛みんな逃げてるね。オッケー。アーマー割った。
どうしようかな。ああ、回った。円もな。まあ一応円中っちゃ円中だからあれなんだけど。お、残り2部隊。なんやかんや。早いな。いいね。よいしょ。これ家ん中取ろうかな。どうしようかな。まあ、敵がどこにいるかだよな。あと俺たちと、それ以外だ。待って、今回俺何もしてないんだけど。キルもしてなければアシストもしてないっていう、入れてないっていうね。マジで何もしてない。てか、敵に会えなかった。本当にこれに関しては。意外に固まるよな。何なんだろうね。全然会えなかったな。ラスト。もう最後ね、閉まっちゃうな。いや、円ちっちゃいラストの。待って、銃声する。なんだあれ。あと、俺たちと、そいつらしかいないのに。なんか、場所教えてんな、あれ。待って、撃たれた。待って。おい。うわ、赤アーマーでやば。進化。紫アーマーより強い。いや、これ余裕だな、これ相手。相当、イケイケだな。俺たちここにいるぞって場所教えてるっていう。あとでも、もう閉まっちゃうしな、縁。後ろで戦ってても。これは、無理やりでも詰めて、前で死ぬか後ろで死ぬかの違い。ここで、オッケー、ナイス、めっちゃ当てた。ここで、オクタンやったな、でかい。待って、危ないよ。かわいせずしっかり命大事に。いいよ、いいよ、かな、オッケー、ナイス。ここの2ダウンでかすぎるやろ、これ。オッケー。二人やった。で、あと一個。あと一人どこだ？ん？そこか。当たんね。いやー、こっちの方が当たるな。お！ナイスー！マジでナイスー！いやー、やったなー、これ。アップデート始めて、来て、数戦目のチャンピオンでございますよ。いや、エペおもろいなー。弾当たるようになってから楽しいわ。てか、最後のやばくなかった。紫シールドより強い赤アーマーが二人いたんだよ、今。はい、というわけでですね、皆さん。無事に鈍活することができたので、僕はもう寝たいと思います。あと一回鈍活したら寝る精神あるよね。結局そういう時ってできないんだけど。だからラストマジで当てたな。めちゃめちゃ当てたな。敵の攻撃をかわしながらしっかり当ててたからね。はい、というわけで最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、 Twitter とかもやってるんでね、ぜひ Twitter の方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。